こんにちは、くまです。今日もスーパーナインを紹介しますが、ちょっとレアものです。スーパーナインのポンプアクション仕様、ストックです。これはマルコシ UX のカスタムナインという銃で、見ての通りスーパーナインをポンプアクション化したものです。もうシリンダーは内蔵されていて、このコッキングハンドルはありません。リピーターハンドルでのコッキングのみです。それでノーマルは、ポンプアクション化による連射のためかなり弱いスプリングが入っています。パワーや飛距離よりも連射性を重視した銃です。この銃に、まあ、強化スプリングを入れて、ノーマルはノンホップなんですけど、ホップを自作して、遠距離狙撃ができるようにした GTF のオリジナルカスタム品です。では例によって 40m ターゲットを狙ってみます。まあノーマルでは届かない距離です。お、当たった。命中、命中、命中、命中。まあ、このピープサイトだと当たる位置がちょっとすごく見にくくって当てにくいんですけど、まっすぐは飛んでます。多分 50m ぐらい飛んでると思います。で、このなんだ、こっちの塞がってるんですけど、ここ穴開けると裏に六角のナットが入るようになってるので、 そこを加工すると、今売ってるクラウン U10 のここの 20mm のスコープマウントが付けられるようになるので、これはスコープが必要な性能です。スコープの取り付けをおすすめします。あっち、電動、サバゲで使ってる電動ファンがついてるゴーグルです。こんなとこかな。
感覚麻痺する感覚はすれても Yeah きっと打たれた価値観の裏が目視力は神が示した騙され続けるのも悪だぜ Hey、ah!